赤崎瀬尾赤星もしもしテイプよっしゃおーなんか久々に力入れてこんな力入れてやってますよああ、あれ、今まではふぬけてたんですね入院が続いてたんで、なかなか揃えなかったんであんまね、人と話すこともなくそうなんですよ、ね、やっとちょっと声もだんだん出るようになったんで確かに確かにね今日は何をするかはいこちらですおバーンということで、ヤローラーメンさんのですね、ニンニクマシマシ汁なし野郎というのがこれ出たんですね。はい、出てますね。これ出たんですよ。うん、これをまあ、食べようかと思ったんですけど、はい、なんとうちにはですね、うん、この前の企画商品、こちら、ヤローラーメン、ニンニクマシマシ豚骨醤油というのもあるんですね。川口の時からあるじゃないですか。せっかくなんで、これと、これを、同時に食ってる人いないだろうなと思ってセットで持ってないだろうねでしょこれ、うんうん、レアなんでね僕は食べれないんですけど、うん、はいお二人にあちょうど2つあるからええよくやらそうと思ったな確かにねじゃあ坊さんどうするんですか僕ですかはい僕は僕であの見てますこうやってあまた見学ちょっと開封から見ていきましょうということではいやろうよいしょやろうやろう、うん、どおお準備をしないとこれね、セブンイレブンで売ってたけど、うん、もう売り切れちゃってるからねああ、売り切れたねうんそしてさ、よいしょ中は粉末が1、うん、あ、タレ調味料油も入ってんだよねそうですね、もうこんだけあ、こんだけあとは火薬がえいあ、もう火薬が入ってんのかよしなるほどえい一応、渋谷センター街総本店なんですね、これ、ね、ああ、なるほどねあそこね一時期はすっげーいっぱいあったのに調味料が豚の上ですね これね、忘れちゃうやつね、よくね食べますお願いしますあ、でも中はね、もうこのままってことでお湯を注ぐだけということで、はい、じゃあ注いでいきましょう、はい、いいあ、やべえ、やるでしょあ、ちちちちち大丈夫か結構いったよお願いしますあ、こぼした分でちょうどいいやっぱり甘い色なんじゃないですかこれえ甘い色の下田ひとみ野菜の一品いただきます。いただきます。いい匂いなんだよね、めっちゃ。いただきます。あ、先週の宿題いきました。おお。うん。あ、うまっ。スパイシー。あ、てかマジめっちゃうまい。ちょっと僕が見た感じ、こっちこっちと麺の色が少し違いますね。あ、確かにね。色。こっちからなんか丸麺のイメージは。あ、確かにそう。あるかな。汁なしのねカップ麺いろいろありますけど、マジで一番うまいかもしれない。え？あ、マジで。おや。いろいろ出てるけどね。言ったら油そば系とかね。僕もいただきます。ニンニクがめっちゃ効いてる、まあ、ニンニクマシマシと書いてあるだけのことはあると、はいはいね、あ、そしていきますか野菜、はい、よいしょ、うん、オリジナルの味付けですねあ、まあまあまあ、ね、はいはいはいじゃあ僕もいきますはいまあそうかこれはお野菜なんであ、うん、うまいあ、うん早い早い早い、うん、早いってうんうんあ、じゃあここねスープをねあ、いいねやっぱね豚骨のコクと醤油も効いててねでも最後に入れたねオイルが効いてますねこれはねだいぶね全部効いてるじゃないですか全部効いてますはいあ乳化度は結構高いと思います乳化度は高い、うん、クリーミングパウダーとポークエキスが結構入ってるのが影響してるのかもしれないですね、うん、いやこれはもうちょっと製品開発がいいから分かんないそうだねちょっとここで私も何飯をネギ塩チキンサラダです大丈夫飯だ大丈夫飯でしたこのレビュー絶対いらないでしょ、うん、ちょっと味変しますよ味変しちゃってなるほど、ねまあ、ごまはねうんあれうまマジうま私もごま入れちゃおう私が胆石になってもチーズあるっすもんねああいいね油そばとかさすがにチーズはねまだちょっと怖いんですよ分からんその基準分からん、うん、動物性だ動物性か植物性かね食べ応えがやっぱこれすごいねやっぱり縦型のカップ麺史上一番ぶっといかもしれないこれ麺がよくね家系のカップ麺も食べてますけどあんたあここまで太くないバスコーの方バスコー好きやんねあいい量入れたうんあーマジうまい僕もね生ニンニク追加しようかなおごくごく
いや、摂取はしないから、直接。あのね、でもね、元のニンニクがやっぱだいぶ強いから匂いそんな感じないけどな。ちょっと多分ね、まひってんだよ、お互い食ってるから。そうだもん、それはやろうって、ニンニクって卓上とかにありましたよ。あるある、卓上あるっすよね。そう、うん、特に三軒茶屋店のね、粒の大きさ俺好きだよ。どんだけ行ってんの。結構行ってるよ、いろんな店舗の情報を、うん、向こう横目に食べる。あのチーズ、こっちのカップの方がやっぱスープに溶け込むから、結構最後の方がいいかもしれない。全体的に味変わっちゃうから、やっぱり。なるほどね、ゆぶってる間に。もう完食。うわっ食うね。ごちそうさまでした。お疲れ様でした。いやー、うまかったっすね。いや、食ってないでしょ、うん、危ないから、あの、食ったって思われちゃうから、はい、サラダです、はい、うん、サラダの話です。サラダですよね、はい、サラダともやしですよね。サラダともやしが、危ない危ない。俺らはうまかったですよ。いや、めっちゃうまかった。正直、こういうのって一回食ったら結構満足かなっていうのあるじゃないですか、うん、これ、あの、普通に一平ちゃんとかと同じ。あー、ふと食べたいなの時に食べちゃう。あ、そうそうそう、は定番商品にしてほしいって感じだね、うんうん、味として良かったという、うん、スパイスが良かった。ああ、なるほどね。これは、今買えるんですか。俺も今すぐね、またね、貯蓄したいけど、家に。これはね、もう販売期間は多分終わってて、はい、ロジャースとかになら、あるかな。あー、なるほどね。あー、なるほどね。じゃあこれを見かけたら、もうレアだからすぐ買ってもらいたい。買った方がいい、うん、絶対買った方がいい。手に取ってね。ここがね、あの、俺の部屋では定位置だな、うん、あ、枕の、こっち側に来るってことね。そう、あ、同じだわ。へえー、あ、そうなんだ。枕の横に来て寝返りに巻き込まれないことを覚えてますね。あ、なるほどね。では、ヤンコの価格で今日はお別れです。おバイバーイ、ごちそうさまです。Thank you.